突然ですが問題です。ロン・ホワイトの俺はとことん止まらないでのワンシーンです。流れてくる英語を聞き取ってください。聞き取れたでしょうか本日の英熟語、upfront が用いられています。もう一度聞いてみましょう。集中してよく聞いてください。いかがだったでしょうか動画の最後にもう一度 同じ問題を出題し答えを発表します。このワンシーンの英会話で用いられている語彙はこの動画内で紹介する様々な例文の中にも入れています。今聞き取れなくても動画のトレーニングを丁寧にこなせば最後には自然と聞き取れるようになる可能性が高くなります。ぜひ動画を最後まで見て英語を聞き取る感覚を味わってください。本日の英熟語は 他の映画にも品質します。確認してみましょう。Upfront ッ is a good guy. が実際の英会話の中で、品質することがわかると思います。それもそのはず。これには学術的な裏付けもあります。 最も頻繁に用いられるアメリカ英語交互表現コーパス分析とそれが示唆するものという論文があります。これはオクラホマシティ大学の言語学者ディリ,リン・リュ博士による研究です。論文の内容はそのタイトルからもわかるとおり統計データに基づきアメリカ英語で最も頻繁に用いられる熟語を調査したものです。この論文では最品質の英熟語として約300フレーズがリスト化されています。 アッ f フ o n t が、それらの熟語のうちの一つです。このように、upfront は、言語学者も認めるほどに超品質の英熟語なのです。ぜひ、この超品質の英熟語をマスターしてください。早速、アップフロントの解説、トレーニングに入りましょう。この動画のコンセプト、構成については概要欄に詳細があります。 このチャンネルを初めて見る方はぜひ参考にしてください。本日の英熟語の意味、用法について解説します。upfront には主に以下の4つの意味があります。事前に前払いで、前方に最前列で、率直な正直な感情を隠さないに率直に話す。 先ほど流した4本の映画のワンシーンでも熟語の意味を確認することができます。ご覧ください。Is a good guy. 映画でのワンシーンは喋るのが少し早く感じたかもしれませんね。改めてスクリプトを確認しながら聞いてみましょう。読み上げる文章はそのままで、 聞き取りやすい新しい音声を用意いたしました音声と一緒に読み上げると、より効果的ですしかし、これはラブストーリーではないことを前もって知っておいてほしい前の方に座りたい Brooks is a good guy. He's very upfront. ブルックスはいいやつだ。彼はとても率直だ。ジャ,ジャック、私に率直に話してほしい。いかがだったでしょうかマスターするにはまだまだ足りないので、他にオリジナルの例文も用意いたしました。オリジナル例文は合計で4文あります。 早くて理解するのが難しい場合は、一時停止してください。まずは、言葉の意味を把握することが大事でしょう。各例文が2回続けて英語で流れます。真似して発音してみましょう。I wish they had told us up front that they would have a party next door.I wish they had told us up front that they would have a party next door. 隣でパーーティーがあることを前もっってて教えてくれればよかったのに。前方に座ればステージがよく見えます。 He's an upfront person. He doesn't hide his thoughts. He's an upfront person. He doesn't hide his thoughts She was upfront with her friend about wanting to move out. She was 彼女は引っ越したいという気持ちを友人に率直に話しましたこれで前半のパートは終わりです休憩を挟んで次からがいよいよ本番の徹底トレーニングになります <music> 決定トレーニングはこれまで学んだ8の例文を用いながら英語を日本語に翻訳する英日翻訳日本語を英語に翻訳する瞬間英作文の順番で進みます負荷の高いトレーニングですがそれだけに効果抜群です何度も挑戦すれば必ずマスターすることができます諦めずに頑張りましょうステップ1では 今まで学んできた文章が英語でスクリプト付きで流れます。英文が流れた後にすぐに日本語に翻訳してください。では、始めます。Front, しかし、これはラブストーリーではないことを前もって知っておいてほしい。 I want to sit up front. 前の方に座りたい。Brooks is a good guy.He's very up f r o n t ブルックスはいいやつだ。彼はとても率直だ。Jack i want you to be up front with me now Jack, like to to i wish they had told us up front that they would have a party next door 隣でパーティーがあることを前もって教えてくれればよかったのに front, 前方に座ればステージがよく見えます。 He doesn't hide his thoughts. She was upfront with her friend about wanting to move out. 彼女は引っ越したいという気持ちを友人に率直に話しました以上でステップ1は終了ですステップ2では瞬間英作文を行います今まで学んできた例文の日本語訳が読み上げられるのでそれを即座に英語に翻訳しましょう英語で話すのに慣れていないととても難しく感じるかもしれません 一つの英語表現を完璧にするための土台作りはそう簡単ではありませんが、繰り返しているうちに面白いくらい楽に瞬間英作文ができるときがやってきます。最後の仕上げの部分ですから、あと一息粘り強く頑張りましょう。では、始めます。しかし、これはラブストーリーではないことを前もって知っておいてほしい。 But you should know up front this is not a love story. 前の方に座りたい .I want to sit up front.Brux はいいやつだ。彼はとても率直だ。 brooks is a good guy he's very up front jack i want you to be up front with me now 隣でパーティーがあることを前もって教えてくれればよかったのに。前方に座れば、ステージがよく見えます。 If you sit up front, you'll get a better view of the stage. He's an upfront person. He doesn't hide his thoughts. 彼女は引っ越したいという気持ちを友人に率直に話しました。お疲れ様でした。徹底トレーニング終了です。負荷のかかるトレーニングでしたから、その分英語力もアップしたはずです。 では、最後に動画の冒頭で出題した問題の答えを確認したいと思います。まずは、最初と同様に英語を聞き取ってください。では、字幕付きの答えを流します。 答えのスクリプトと聞き取りやすいオリジナルの音声を独自に用意いたしましたご確認ください前もって私たちに言ってほしかったいかがだったでしょうか本日のトレーニングを通して聞き取れるようになった方もいらっしゃるかもしれません聞き取れなかった方も何度も復習をすることで耳が訓練されるはずです 聞き取れるまで挑戦してみましょう。本日の動画は以上となります。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。